こんにちは。日本霊気協会理事長の辻陽子です。いつも応援ありがとうございます。今日はね、自己肯定感を高めるためのセルフヒーリング、誘導動画を撮っていきます。今これが必要だなっていう気分の時にぜひ一緒にトライしてください。霊気のアチューメントを受けておられる方、これ当教会じゃなくても他のスクールでも大丈夫です。アチューメントを受けておられる方は霊気とつながるのがたやすいですから、霊気でセルフヒーリングをやっていきましょう。それから霊気をまだ学んでないよ、霊気知らないよっていう人も見よう見まねでやれるように誘導していきます。多少はね、気持ちいい心地いい効果が得られるんじゃないかなって思っています。興味が向けば一緒にやってみてください。はい、ではね、スタートしていきます。まず心地いいあなただけの安全な空間に、いらっしゃいますか？今そうじゃなければ、どこかそういう空間に落ち着けるところへ移動してください。同じ空間の中に誰かがいる、そしてなんか別の作業をしてるとか、そういう状態だとあんまり効果がないかもしれません。はい、それからね、途中で眠くなったりやめたくなったら、自由にやめたり寝たりしていいんですよ。無理して頑張ろうとしないでください。そしてね、特に霊気を学んでおられない方へ、この映像から私、霊気が出るようにしてお話ししてます。で、それから音声にも霊気の周波数を乗せて映像を撮っています。なので、聞いていただくだけでも、まあまあいいかなって思ってるんです。はい、ではスタートします。はい、霊気とつながる手順から。今からセルフヒーリングをスタートします。この宇宙のどこにでもある根源的な生命エネルギー、日本語で言うところの霊気と、自分の体内の生命エネルギー、血液を循環させ心臓を動かし、あなたの細胞を新陳代謝させる力、この体内霊気の力と外の宇宙霊気の力をこうね、共振共鳴させていきましょう。心地いいなーって思いながら、チューニングを合わせていく。はい。でっかいでっかい命の巨大な白い光に手首までズボッと突っ込んでるようなイメージでもいいです。手のひらがジンジンピリピリしてきましたか？してこなくても大丈夫。はい。このままゆっくりと手を下ろしてきて、ちょっとね、木のボール作ってみましょうか。イメージでボールを作ります。慣れてきたり調子のいい日にはね、このボヨンボヨンっていうね、綿菓子みたいな弾力を感じるかもしれないですね。で、何も感じなくてもここにね、木のボールがあるぞーみたいな感じ、ドラゴンボールの元気玉あるぞーみたいな感じでね、ちょっとよしよしって感じで可愛がりながらねりねりしましょう。これを使ってセルフヒーリングしていきますよ。ではね、まずね、セルフヒーリングポジションその1、目の上。こんな感じで目にかざします。あるいはペタッとくっつけてもいいですよ。あなたのお体なのでね、やりやすいように。そしてイメージが得意だったら、今心地いい場所にいるよっていうような空想をしてみてください。野原、海岸、森の中、山のてっぺん、朝日を拝んでる、あるいは夜空の下、綺麗な小川のせせらぎのほとり、日本じゃなくても海外でもいいです。空の雲の上とかでもいいです。あなたは今守られていて安全で心地いいです。
そして頭頂から宇宙の根源的な生命エネルギーがサラ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 ーっと、砂時計の砂がきらめきながら落ちてくるようにあなたの体内に入り、あなたの全身を満たす。息を吐くときにはあなたの全身の毛穴からあなたのストレス、辛さ、頑張り、我慢が放出されていって、そしてやがてゼロに戻る。あなたのペースで心地よく呼吸していきます。決して無理をしないけれども、無理をしない程度に細く長く呼吸数を落としていくイメージですね。吸い込む時に頭頂から白いきらめきがどんどん入ってあなたを満たし、吐く息とともに全身の毛穴からあなたのストレスや辛さ、我慢、苦しみが放出されていってゼロに戻っていく。吸う息とともにあなたの体に光が満ち、吐く息とともにストレスが光とともに放出される。はい、手のポジションは2番目のこめかみのあたり、側頭部、扁桃体。手はね、だるくなったら我慢しないでくださいね。気の流れが滞りやすくなっちゃうんです。それだと本末転倒でしょ。いつでも手を下ろして 1,2 秒休んでください。そしてね、再びまた元の位置に持ってきたらいいですよ。心地いいなぁと思いながら心地よく細く長い呼吸を続ける。特にね、今落ち込んでいたりくよくよしていたり、自分ってダメだよなって思ってる人、劣等感、情けなさ感じてるとしたらね、それを受け止めてくれてるのが実はここです。扁桃体、脳のね、扁桃体という位置があなたのストレスを受け止める場所。めっちゃ頑張ってストレスを処理してくれてるんです。なのでよしよし、いつもありがとね。何回でもだるくなったら手を下ろして、でまた持っていって、はい、ポジションは3番目、額と後頭部。寝転がってやってもいいですよ。額はね、未来への恐れ、不安、焦り。前頭葉は未来をシュミュレーションする能力です。IQ の部門ですね。このね、IQ が特に高い人やシミュレーション能力の高い人は、未来への不安、恐れ感じると、その分だけこうシミュレーション能力がもともと高い分だけいっぱい恐怖や不安を感じやすいんですね。なのでよしよしって、この前頭葉もいたわってあげましょう。あのね、あなたの性格が暗いとは限りません。暗いから不安になったり落ち込んだりするとは限らなくて、このね、前頭葉はね、割とね、生まれつき発達していたりとか活発な人、そういう人はね、まあ頭がいい人っていうことなんですけども、学校の勉強ができるできない関係ないです。そういう人はね、不安に駆られやすいんだよね。ああそうなんだって思いながらね、いたわってあげてください。めっちゃ頑張ってくれてるからね、大丈夫だよって。手がだるくなったらね、下ろして休みながらやっていいんですよ。そしてね、後頭部の方は、首の付け根のところに当ててほしいんですが、
こっちはね、原始のトカゲの脳って呼ばれる位置です。あなたの生きる活力を司っています。肉体的な強さや忍耐力や粘り強さ、あるいは危険を察知する、そして逃げなきゃいけない時には瞬時に逃げるような、こういう判断力とか、あなたの生命維持に欠かせないものすごく大事な箇所です。ここね、ぶっちゃけ軽いうつ病ぐらいだったらね、ここ一生懸命セルフヒーリングやってください。仰向けに寝転がってね、こんな感じでね、後頭部にね手を重ねて当てる。で、あったかさを感じてください。これをね、長く続けていると結構ね、ストレスが取れてくる。このトカゲの脳幹がもう一回元気を取り戻すとね、鬱っぽい気分がだんだん抜けてくる。そうすると心が本来の健全の状態に戻りやすくなるんですよ。そしてね、あなたが本来健全な状態っていうのはどういう状態かっていうとね、何もなくても、なんとなくいい気分、理由はないけどなんとなくちょっとご機嫌、そして前向き、これがそもそもの本来のあなたの本質。それがね、頑張りすぎちゃったりとかね、疲れすぎちゃったりとかね、あるいはなんかダメージを与えられすぎちゃったり、それから我慢ですね、誰かのために我慢しすぎちゃったりとか、やりすぎちゃうとここがね、トカゲの脳がね、ヘトヘトになっちゃうんですよ。なのでおそらく首の付け根、あなたは凝ってらっしゃる。温めてね、柔らかくふにゃふにゃにしてあげましょう。はい、じゃあセルフポジションその4、喉。こんな感じでもいいし、こんな感じでも。ここね、気を使っちゃったりとか、人と一緒にいるとヘトヘトに疲れちゃう人、ここです。ここ HSP とかね、エンパス体質の人もここですよ。このね、首の横のところにある太いリンパの節、首筋のところのこの筋ね、ここがね、あなたがいっぱい気を使うと受け止めてくれて、ガチッとあなたを守ってくれている。なので、気を使いすぎるとここがね、ゴリゴリに凝ってきます。手がだるくなったらね、下ろしてね、また戻す。だからね、ここもね、よしよしって、すごく頑張ってくれてるねっていたわってあげてください。あなたが自己肯定感低いなって思ってるのはなぜですか？何か理由や根拠がありますか？だって私こうだもん、だって私こうだもん、だって自分はこうだもん、だって僕はこうだもん、いろんな理由がきっとある。何歳の時に誰々さんからこんな風に言われた、何か思い出すことありますか？お父さん、お母さん、兄弟、それとも学校の先生、近所の子供、誰があなたにそんな風に言いました？思い出すことありますか？あのね、それね、この地球にはね、70億人以上の人がいるのにね、その中の一人の人が
言った言葉だよ。信じるか信じないかはあなたの自由。でもあなたきっとその時ね、すごい言われた時ショック受けて傷つきながらも信じ込んじゃったんだよね。これがね、潜在意識の深いところにぐさって槍みたいに刺さってます。イメージでその槍ガッて引き抜きましょう。そして体の外へポイって放っていいよ。言わせとけって勝手に言ってろ。はい、ポジションは次に行きましょう。胸の上、鎖骨の下あたりでもいいし、肺でもいいです。あるいは、ハートに手を置いてもいいですね。あなたが置きたい場所に置いて、どこでも大丈夫です。ここに手を置かなかったら効果がないっていうことはないですから。そしてね、手のひらのあったかさをじんわり感じてください。あったかいなぁ。ゆったり呼吸しながら暖かさを味わいます。この際だから他にもちょっと思い出そう。学生時代すごく辛かったことありますか？誰かにバカにされてからかわれたことありますか？大勢の前で何か発表しなきゃいけなかったのに頭がフリーズしちゃって喋れなくて立ちすくんじゃったり、大事な本番で失敗しちゃった。ありますか？スポーツの試合であとちょっとっていうところであなたのしくじりのせいで負けちゃったっていう体験ありますか？誰かの前で恥をかいた。ありますか？そうだよ、あの時ああだったもん、だから自分はダメなんだ。今もそう思ってますか？それね、その辛いきつい思い出が目に見えないけれどもあなたの体の中にこびりついてる。もしこびりついてるとしたら体のどこについてると思います？直感的にどこですか？どこでもいいんだよ。私は今直感的には胃にこびりついてる感じがしたんで、私は胃にします。でも肩かもしれないし、耳かもしれないし、目、額、足、どこでもいいです。どこだろう、なんかどんな感じのものかな。重くてゴツゴツして硬い感じ、それともなんかネチョネチョして気持ち悪い、グニグニしてる。色がついてるとしたら何色？私は胃のところになんか梅干しの種みたいな感じの、それを大きくしたようなやつ、色もなんか赤黒いようなやつ、まあまあ硬い、こんなのがあるようなイメージを今何の根拠もないです、直感的に感じました。何も思いつきませんっていう人大丈夫、そのままでいいんです。でも、あ、なんかある、ありますよ、辻さんっていう人は、静かに息を吸い込みながら、頭頂から霊気の白い光を入れましょう。霊気を学んでない人は、私のこの画面や音声から自分の体の中に白い光がどんどん入ってくるようなイメージをしましょう。そしてその白い光が、あなたが今選んだ箇所にキューッと集まります。で、私の場合はその梅干しのでっかいみたいな種みたいなやつを包みます。そして
吐く息とともに、それが毛穴から粉々になって、粉みたいになって出ていく。ね、ちょっとしたやつも粉みたいになって全身の毛穴から放出していく。消えて無酸していく。そしてこの空中でゼロになる。ゼロになるまで何回かやってもいいです。吸い込みながら白い光で包んで、で粉々にして吐く息とともに全身から吐き出す。吸い込みながら白い光で包んで、粉々にして吐く息とともに全身から毛穴から出してしまう。どう？一回でうまくできなくても大丈夫。ちょっとでも出たならしめしめですね。じゃあセルフポジションはみぞおちに移動しましょう。左手はあなたの胃、右手はあなたの肝臓にちょうど当たります。胃はね、あなたがプレッシャーを感じたりすごく緊張した時に、その緊張やプレッシャーを受け止めてくれる臓器なんです。食べ物を消化するだけじゃなくてね。だからあまりにも緊張したりプレッシャーを感じると胃が痛くなったりします。キューってなりますよね。あなたのストレスを和らげてくれようと一生懸命働いてくれるんですね。だから働きすぎてキューってなっちゃうんだよね。今胃の調子が悪くなくても、いつもありがとうってよしよしって思いながら胃を温めてあげてください。手のひらからじんわり温めます。右手はね、ちょうど肝臓の位置です。右脇、肝臓っていうのはね、いろんな働きしてくれてるんだけどもね、主に怒りを我慢したら、その時肝臓さんが受け止めてくれてます。なので我慢した怒りが肝臓に溜まりやすい。肝臓さんのこともなでなでしてあげてください。そっか、自分が怒ってる時、ちょっとでも和らげようと思って受け止めてくれてたんだ。ごめんね、いつも頑張ってくれてありがとね。すごい頑張ってくれてたんだね。今腹が立つっていう言葉を私が発したので、それがきっかけで腹が立った出来事が思い浮かんだ人もいるかもしれません。思い浮かばなかった人はそのまんま胃と肝臓に温かさを送りながら、心地いいなって感じてください。今あなたはすごく心地いい空間にいますよ。でも、もしも、辻さん、そうなんですよ。最近もうムカついてイラついてたまりません。そんなあなたは、今ちょっとムカつきをしっかり味わいましょう。あのね、ムカつくことを許可していいです。思いっきりムカついてください。ムカつくと気分は悪いけれども、味わわずにうって我慢するから肝臓に負担が来るんですよ。肝臓が受け止めようとしてくれて。なので肝臓に負担かけないためにも、あなたがしっかり今味わってしまう。そう、あいつです、あいつムカつくんです。そうだよ、ムカついて当然だよな。その上でそのムカつきをまたイメージで、どんな色かな、どんな大きさ、硬さは、あるいはどんな感じ、ねちょっとしてる、ゴツゴツしてる、イガイガしてる、チクチクしてる、ブニブニしてる、
あるいはドロッとしてる、もっと別のでもいいです。イメージできたら、こいつも体の外に出しましょうね。じゃあちょうど肝臓に手を当ててるから、イメージで心霊手術みたいに自分の肝臓に手をズボって突っ込んでね、グニって引きずり出してください。でその辺にポイって掘りましょう。大丈夫です。こいつはもう空中で無酸して粉々になって、霧のようになって、やがてゼロに戻ります。消えていって、綺麗になくなっていきます。大丈夫です。あなたの空間に何にも悪い影響を与えません。ねえ、しんどかったね。まあ、それだけあなたは頑張ってるってことです。本当に頑張っていらっしゃいます。よくやってます。情けないって思うよりも自分を褒めていいです。そして誇っていいですよ。そんだけ頑張ってきてること。続いてポジションは下腹、一番心地いいところに当てます。腸はね、恐れを受け止めてくれる臓器です。怖い。ここのね、前頭葉も未来への不安、焦り、心配、受け止めてくれます。あと、そう、心臓もね、心配、不安、受け止めてくれます。それから腸です。ここね、ちなみにね、上丹田、中丹田、下丹田、額、心臓、下腹。すごく大事なポジションです。未来のことを今何か不安に思ってますか？適切な対応をしていったら、その不安感はなくなります。けれども、今この瞬間は適切な対応について考えるのではなくて、ねぎらう時間にしましょう。あなたの腸に、いつも不安や心配感じた時に、受け止めて軽減してくれてありがとう。本当にありがとね。あまりにもそれが続くと下痢しちゃったりします。もういっぱいいっぱいになっちゃうんですね。頑張りすぎて。で、働けないよーってなっちゃったら下痢になります。ありがとね、ありがとねっていたわりましょう。いい感じです。ゆったりとした呼吸を続けてください。さあ、あなたの自己肯定感、どうですかね。辻さん、私は自分の顔が嫌いです。辻さん、私は自分のこの体型が嫌いです。辻さん、私はこの髪の毛のこの髪質が嫌いです。辻さん、私は私の体のこの病気が嫌いです。そういう箇所があるかもしれません。自己嫌悪。これも自己肯定できない要因の一つです。でも今日は私は好きになってくださいなんて言いません。言いませんが、けなげに一生懸命あなたがちょっとでも快適でいられるように努力してくれてる細胞さん、そこの臓器の一つ一つ、彼らのこともちょっとだけ気を配ってあげないっていう提案をしたいです。辻さん、私は私のこの目の形が大嫌いです。そういう人もいるかもしれませんが、でも、あなたの目は一生懸命いろんなものを見ようとしてくれてます。いつもレンズを
自動的に照準を合わせて見たいものを見ようとしてくれてます。めちゃめちゃ疲れてる時もあるんですよ。だけども寝てる間も一生懸命回復しよう回復しようって働いてくれてます、目の細胞さんたち。辻さん、私がこの鼻の形が大嫌いです。そうかもしれませんが、それでもその鼻もね、何か美味しいものの香りを嗅ぐとかいろんな働きしてくれてます。危険なものを察知する力でもあります。辻さん、私はこの口の形が嫌い。けれどもあなたが誰かに何かを伝えたい時や何かを食べたい時、一生懸命働いてくれています。口の細胞さんたちもすごいね。辻さん、私はこの体型が嫌い。そうかもしれません。だけどもその細胞さんたちも、今日もあなたが歩いたり動いたり何かの作業ができるように最大限の努力をしてくれてます。辻さん、私は私のこの性格が嫌い。わかります、わかります。私も若い時そうだった。だけどもその性格を作っている意識のもと、何なんだろうな、脳なのか魂なのか、それも幸せになりたいな、幸せ感じたいなと思って日々努力をし続けてくれています。さあ、ポジションは背面に行きましょう。ちょっとね、肩背中を飛ばして腰に行きます。腰のあたりにね、脊髄があります。めちゃめちゃ大事なね、あなたの急所ですね、命の要。脳が死んでもね、自律神経が生き続けたら生きますからね、体は。それぐらい大事な場所です。ちょうど今あなたが腰にポンって手を置いた、そこはね、ちょうどね、左右の腎臓に当たってるはずですが、まあ背骨が真ん中にあってね、脊髄があるんだよね。知ってますか？1秒間にね、脊髄でものすごい数の赤血球が生み出されている。そして白血球も、1日に2000億個の赤血球、1日に1000億個の白血球ということは、1秒間にどれぐらいたくさんの数のものがうわーって生まれてるかなっていうことなんです。血小板もこっから生まれてる。まあね、体の他の臓器からもね、血液のもと赤血球白血球いろんなものが作られてるって、最近だん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 ね、21世紀解明されてきてるんですけどね。とにかく脊髄でも大量に作られてます。たとえあなたがへこんで絶望していようとも、その1秒間にも恐ろしい数の赤血球が生み出されている。何もない血管の中で、無から赤血球が、無から白血球が生み出されているんですよ。この何もないところからピュンって別の物質が生まれてくる、この時の根源的なエネルギーの作用のことを霊気エネルギーって言います。あなたがもう嫌だ、もうこの人生嫌だ、明日地球がなくなってしまえばいい、もう人生ここで終わった方がマシだわって落ち込んだ時も、その1秒間にもあなたの体の中では赤血球白血球が生み出され続けていたんです。あなたがしょげてる間もずっとです。あなたがもう辛くなって情けなくなって泣きながら寝た後もです。24時間365日です。そしてそれかける何十年です。休まずにずっと無から有が生み出され続けている。あなたの赤血球白血球が生み出され続けている。
そしてさっきも言ったように、目や鼻や口や皮膚や様々な全身の細胞が今日も生み出されている。新陳代謝している。何のためにあなたが人生をちょっとでも幸せに、心地よさ、快適さ、喜びを味わうためにです。そしてね、あなたの脊髄や脳神経細胞や各臓器、様々な細胞、これらの働きそのものってもう神レベルにすごいんですよ。今現在スーパーコンピューターでも全然追いつかないほどのすごい性能を持っています。っていうことは、もうそもそもあなたは存在そのものがとんでもないんです。とんでもなく素晴らしいです。あなたがどんだけはーって塞ぎ込もうが、どんだけ落ち込もうがです。あなたはそもそも素晴らしい。そしてあなたが酸素を吸って二酸化炭素を吐き出してますよね。知ってました？気づいてました？その炭素が、あなたが吐き出した炭素が植物を大きくしてるんですよ。そう考えると、私は寝たきりです。誰の役にも立ってません。むしろ迷惑をかけています。生きるだけ人に迷惑をかけて何をやってるか分かりませんっていう人も、あなたのそばにある観葉植物やあなたの窓の外に植わってる街路樹は、ありがとう、炭素吐き出してくれてありがとう、お礼に酸素送るねってやってくれてるんです。ここに気づいてほしい。そしてこんな人もいるかもしれない。辻さん、私はちゃんと働いてないです。家事もろくにやってません。家で引きこもってます。毎日ダラダラしてます。こんなの社会の役にも立ってないし、なんか意味あるんですかね。ぶっちゃけ食べて寝て排泄して、食べて寝て排泄して、その繰り返しですよ。私なんかいない方が社会の役に立つんじゃないですかね。そんなあなたも、あなたの排泄物は明らか間違いなく微生物にとってのご馳走です。そして微生物はやったーって言って、あなたの排泄物を分解し、それがこの地球の土地を豊かなものにします。そしてその土から植物が植わってきて、昆虫が育ち、そして、お米や野菜も育っていくんですよね。ただあなたがそこに存在するだけで、あなたはそもそも素晴らしいです。これが事実です。そもそもそこにあなたが存在するだけで、あなたは死ぬまで、死ぬ一秒前まで何者かの役に立っています。それは人間だけじゃなくて、他の生物も含め、あなたはこの森羅万象の輪の中にいて、命のバトンリレーの役割の一人となっています。なので、そんなね、どっかの誰かが何回かあなたに向かって言ったこと、やったこと、それを信じ込んで、ああ、私ってダメなやつなんだって思わなくていいから、大丈夫です。あなたは大丈夫。あとは、あなたが自分自身をどれぐらいいたわり、ねぎらい、ありがとうねって言えるかです。あなたを幸せにしようとしているこの60兆の細胞、何個あるのか正確に知らないけどさ、彼らが何のために今日も一生懸命努力してくれてると思う？なんで365日24時間動き続けてくれてるんだろうね。それはね、あなたっていう人に心地よさや喜びを味わってほしいからです。大好きな打ち込めることにトライしてほしいからです。あの楽しいことを明日もやってほしいからです。あなたに我慢してほしいわけじゃないの。あなたに苦しんでほしいわけじゃないの。だからあなたも勇気出すときですよ。ある意味落ち込んで劣等感で、ああダメだよなって言ってるのって、
ちょっと楽でもあるんです。こっから抜ける努力の方がまあまあしんどいです。でも私は今日からちょっとずつステップアップしていくって決めてください。はい、じゃあセルフヒーリング今日これで終わりますよ。意識をここに戻して、ではちょっとグッパーグッパーしてみましょうね。そしてあなたの頑張ってくれた細胞さんに、今日も頑張り続けてくれてる細胞さんに、そしてあなたを一生懸命生かそうとしてくれている生命力エネルギー霊気さんに、ありがとうさんね、心の中で唱えながら、ありがとうございました、セルフヒーリングを終わりますと黙念して終了です。この後どうぞあなたが心地いいと思う何かをちょっとでもいいです、5分でもいいです、やってみてください。応援を込めて、またお会いしましょう。さよなら。